残り二周の赤番で、早くも一気に叩いてきました。誘導員が退避しております。二番の港誠二、三番佐藤真一人気のラインが主導権となりました。佐々木のラインは終始中段狙い。七番の第九番の尾崎です。一方、四番の竹沢浩二は七番手まで下げました。八番・松崎隆久、最高尾は五番の野井博之です。 さあ、多少ペース落ちますが、一旦下げた4番竹沢浩司が係に攻めて巻き返し上がります。ここでペースを再び上げる6番木井高之です。富山勢の動きを封じたくせに、番の港はこうブロックを取りました。3番佐藤真一主役のライン、1番の佐木雄一は4番でキープなりますが。8番の松崎はスイッチを見せておりますが、中段絡んでいきます。その後ろは7番の大和野に追走で。さあ、東のラインは中段キープ。富山勢はちょっと苦しくなったか。先頭は6番の木井高之、係に攻めます。2番手、車間を切る2番の港誠二、余裕あるか。三番の佐藤真一。 一番の先打内も中段からまくってきますが番手から発進は2番の港3番、佐藤と絡んで7番、車が一気に伸びきったかどうか7番の大和紀でしょうかあと3番のさばいた佐藤。